Check. ジャン君、最小限の運動量でやってんのね。そんだけ効率いいね、ジェン君。そのまま寝る。眠くなる。そして石が溶ける。よし、溶けたね。今日のジャン君はハンターです。そりゃ運動いっぱいするとさ、石が溶けたりしない？するかもね。もうちょっとやろうか。いい感じ。どうですか？石溶けましたか？
ジャン君。あ、後ろにポンちゃんもいます。ポンちゃん。はい、いつものこたつでした。お、でも珍しくジャン君が手前にいるんだね。後から入った。珍しいよね。かわいい。ということで、ほーら。どうでしょう、これ見覚えのある人いますか？前はちょっとキルティングっぽい、あ、これね、そうそう、はい、こちらが第1弾試作品です。そうです。あ、これももう変わったんだ。そうそう、変えてもらったの、はいはい、ですね、ここです。これ、新たにこれも別の、あ、両方が、あ、本当だ。へえ、それは知らなかった。他のものをパクりました。パクったって言っちゃダメなんで、うん、それを参考にさせて、これ両方あるしね。こっちはでも、こっちが見せてやる、はい。そしてこれね、ここに、こう、ストラップっていうのだっけ、うん、をつける、場所があって、これも、参考にさせていただきました。参考にっていうかね、うん、最初忘れてたんだよね、これにここがあることをね。まあ、だから参考にして、改良版です。改良版です。はい、こんな感じになっています。こっちもちゃんとやってもらいました。はい。ピリピリ。はい、スヌーピー、あ、こっちはスヌーピーじゃないや。誰だっけこれ。チャーリーブラウン。そしてスヌーピーの切り抜き。なんていうの、貯金箱なんだって。ハウスをが組み立てると貯金箱になるって書いてあった。はい、 はい、はいはい、またプレゼントいただきました。ありがとうございます。そしてノロパンチ。ノロパンチっていうのは除菌剤です。除菌スプレーね、いただきました、うん、これアルコール系だから、一番効くやつですね、うんうん、そしてさらにハンドウィルシュハンドソープ、薬用のハンドソープで、これじゃあ洗面所に、そして詰め替え用ハンドソープ、ねえ、なんて、はい、ありがとう、なんて、あれ、なんでしょう、はい、良いのいいっていう、あれ、なんだ、うん、そして除菌スプレー、ありがとう、99.9% で、今日、テレビでやってたの見ましたけれども、E-3X だったっけ、 X3 だったかな、なんかそんなやつで、すごいのありました。後でそれ喋ろう。あ、生配信で喋るようなことだね、うん、そしてクレベリン、これも、なんか聞き覚えあるなと思ったら、うん、空気中に散布する、そうそう、うん、多分こう置いとくんだと思う、置いとくだけで芳香剤みたいに出ていく感じなんだね、うん、なんかちょっとコマーシャルやってて気になってました、はい、なんかいろんなものがあるんですが、うん、いただきました。これどんどん使っていきます、うん、そして除菌のこれはシートかな、そうだね、ふきふきするやつかな、はい、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。厚手のやつ使いました。そしてこれはコーヒーです。クロケン大好き、コーヒー、コーヒー、そしてはい、クロケン大好き。ポテトチップスの甘いやつ。チョコ系のやつ、ね。チョコついてる系？はい。3味 ?3 つも味がついてるんだ。はいはいはい、ホワイト、チョコレート、いちごミルクとなってます、うんうん。そして最後に、これは何でしょうか？クッション、黒猫のクッションかと思ったら、はい、こっちね、はい、開けてください。あれ、はい、はい、出る出る出る、はい、毛布が入っています。裏返すと毛布、それを収納するとクッション、クッションになるというアイデアのやつですね、うん、あ、これ、ジャン君たち好きな素材、ふわふわのね、ポンちゃんふみふみし放題、あ、そうだ、ふみふみだこれ。ポンちゃんふみふみし放題です、はい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 、はい、で、結構大きい、シングルサイズぐらいある、これ結構大きいね。お、これ真ん中から、あ、しかも真ん中空いてるからポンチョみたいな、本当だ、へえ、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございます。これじゃあこれの上、はい、全体を見当てするようにして、ほいほい、ポンちゃんはここで寝ています。暗くて見えません。こんな感じに、はい、よし、除菌、除菌はありがたいよね、うん、
で手はねカサカサになっちゃうからこれもありがたいです。はい、はい、そしてさっき話しかけていた話半分になっているやつですけれども、ね、次亜塩素酸水をボトルの中で生成するってやつね、一番いくらとか知ってるからすごい高いんだけど、それすごそうです。確かにね、僕あの作ってる人と話したことがあるんだけど、それが手元でできるんだったらそれすごいです。なぜなら次亜塩素酸水は噴霧するとすぐに、効力を失うものなんですよね。なので、できるだけ新鮮なやつがいいわけなので、あれ良さそうですよ。ただうちが買うんだとしたら5000円くらいまで値段が落ちてからかな、じゃないと無理ということで、どうもありがとうございました。あ、これも、そしてそう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 、入れ物としてですね、エコバッグ、そう、いつもエコバッグに入れてくれて、これコーラおしゃれじゃん。よいしょよいしょ。なんかコーラのさ、黒に赤でコーラのこういうのを見ると、うん、ボーリングを思い出してしまうんだけど。そうなの、うん、昔ね青山ボールっていうのがあってね行ったことがある下手だけどね。ということでどうもありがとうございました、ありがとうございました。予定通りです。